紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガネットワークへようこそ。ハリガネマガルです。リターンオブザオブラディン、続きからやっていきましょう。さてと、前回は新しい章、この呪われた獲物、これがね、解放されていろいろ調べていきました。これに関しては、ノーコメントです。いやー、俺はなんて無駄な、っていう感じでしたね。はい。まず、まあ、言い訳は何もできないですね。これね、後ほどちょっと改めて触れていきたいと思うんですけれども、まずはアクションでね、続きから見ていきましょうか。そうしないと元に戻れないんでね、これすべて全体的に見ていきましょう。さあ、それでは、アクション。これはどこになるんだろうな。これ上ですね。あら、この時に死んじゃったの。そうなんだ。じゃあどうやって死んだんだろう。それでは見ていきましょう。おそらくいきなりメメントモーテン。このワッシムは潰されましたって感じだったけど、さっきのいきなりステーキがバタンって倒れてるのは何の原因だったんだろうね。これもはぁ、なんか首からなんか生えてんね。ちょっと見てみようか。後半を掃除しろ。ボートは船尾へ。死体は海に捨てろ。ボートを拾った？足元気をつけろ。なんか引っかかったのか。食材に主義なら晩飯はフライだぜ。慎重に、ゆっくり進め。おい、待て。綺麗な貝殻だな。あ、よく見せろや。下がれ。はい。これは何かが生えてるね。は、やっぱり、いきなり素敵。いきなり素敵本体。違う。これは何だ。プシュって、口からもう、思うさま出血しておりますが、何かが刺さったのか。これ入った、トゲ、化け物のトゲが刺さったのか。貫通した、そういうわけでもない。だが何か拾った跡っぽいね。いやー、ご愁傷様です。いきなりステーキにいきなりの事件なんてこった。息が良すぎたんや。呪われた獲物その2。この人物は誰？セリフ見ていきましょうね。やっぱり殴ったのは、晩飯はフライだぜって言っているから、料理人ですね。この人は料理人で間違いなさそうだと。ボートは船尾へ。死体は海に捨てろ。にゃー、この前にはボートを拾い直した。そうだね、やっぱりあの殺人の方からやはり海に出て死体になっちゃって帰ってきたって感じだね。 OK、 まずはこの人、料理人トーマス・セプトン、こちらにしておきましょう。そして死因、これは殺害、トゲ、殺害、ヒレなんかないよね。殺害、他には何かぽそうなやつは、まんところパッと見なさそうだから。殺害、トゲ、これにしておきましょう。トーマス・セフトンは恐ろしい化け物のトゲで殺された。ご愁傷様でございます。さてと、他に何が、28にもいますけど。あらま、あらま。ここら辺は。いるね。あ、ニコラス、ニコピーもいるね。
ニコピ、ワシーズ、この人が、船長付き支柱手なんですね。多分ね、まだね、まだね、そこをちょっと見直してからこれはつけましょうね。はじめじいちゃん、中尾さん、裸の大将、これは V3 だね。で、あげめんじ、ふくみみ、ロデリックっぽくないやつ、板垣、船長、ホッサン、ヘンリー。で、死因三兄弟と、モジャジャに、決定決定。これはもう、間違ってますね。で、ブレノン、シャルル、デンマーク野郎にナンバラ、と、ハゲメンチオリジンと、ボブポ。いっぱいいるねー。まあ、この時はまだ、結構みんな健在だったという感じですね。よし、じゃあ次のアクションを申し上げようか。ここでも一応ちょっとだけね、人物を特定できそうな情報があるかどうかだけふわっと見て、こいつはなんでダッシュこっち行ってんだ。この人は、ああ、ちょっと前に狂人でね、何をやってた、何のまねだ、20年俺の元についてくれたんだぞっていう人だね。船長に知らせに走ってるのかな今ね。で、ここら辺が三兄弟、死因三兄弟ですね。こいつは、はいはいはい、福耳くんですね。こっち側は上はいけないと。まあ、見えるところっつったらこんなもんか。他にも何かありそうだけど、そこら辺は後ほどゆったり見ていきましょう。この全体のショーをね、最大の見逃しを直すまではさっさくっといきたいと思いますんで、私の記憶が持っている間に。さあ、それではアクションを起こしちゃいましょう。次は誰だ？次はどこだ？上にいるね。こっち側の階段から登れるとか、そういうこと？あそこ無理くりこう、ごめんよっていう感じでいけるのかな？じゃあ、ここちょっと失礼しますね。あ、上行けた。ここにもちょこちょこ。ここにもちょこちょこいるのね。後ほど見させてもらいますよ、この辺も。で、ここで死んじゃっている方々。さてと、こいつらどんな感じだ？メメント！モーゼン！あの上の階にも、なかなかたくさんの情報が転がってそうだったね。全部見てからがっつり、この人はちゃんとがっつり見ないとね、いついかなる勘違いが起こるかわからないからね。いやー、怖いですね。認知バイアスですか。一つ賢くなったぜ。じゃあ見ていきましょう。メメントモーテム。引き上げて戦争へ運べ。何が起きた？この怪物の正体は、死んだ仲間が持っていた箱は、あいつはどっかした。あのせい、全部お前たちのせいだ。貝殻を守らなければ我々はみんな死ぬ。貝殻がどうとか言っています。とても危険だ。貝殻、何の？なるほど。先ほど水揚げされていたやつがここでも生きの良さを発揮する。産地直送、そして地獄へも直送です。こいつはなんでお取り押さえられてんだ。何しろトゲでやられておる。そして、あ、高橋さん、高橋先輩、なんてこと。ああ、これはウィリー、ウィッテレルだね。ウィッテレル。はあ、ウィッテレルは間一髪。はあ、ここら辺は、もろもろ倒れてる。うおぉ。息がいい。ピッチピチや。呪われたいもの、その一。まずは、こっち。フォルモサの王族の
バニー。高橋さん。この人はまだバシッと特定するような情報はないってことか。ぼやけてるからね。こいつ？ここは？この人はどなた？あ、ちょっと待って。この人が、おや？この前、ああ、事故か。荷物が落下しちゃった時に、初めて見たかなっていう風な感じで言ってた人だね。おお、で、他にはボブっぽう。時系列的にいる人間は変わらずといったところか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし、ちょっと、内容を見てみよう。まだまだアクションあるよ。さてと、なくなっているのを、おぉ！あれ？そば屋も死んでる。はっ！はぁ、フォルモさ。全滅。え？あれ？これは？あー！作望か！陰謀。作望。欲望。死亡。なんてこった。俺の手も、息がいいぜ。震えておる。これで枠を。もうなすすべなしという感じだね。また、いくつもの生命が言った。ダバダーッとーなんだい。ああ、やっぱり、一旦逃げ出したけど、化け物的なこいつのせいで全滅ってことなのかな。板垣。え、こいつは？はいはいはい。で、はじめじいちゃん、お腹を。あ、ここら辺、うおー、巻いてんねー。巻いてんねー。はい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 。こういう風に、あ、巻き上げてるのね。ウィンチみたいな感じか。力持ちで、ね、ちょっと気さくな優しいやつ、顔はちょっと怖いけどな。ただ飛行機だけは勘弁な。いや、似てねえな。ここは音声カットで。似てなかった。あ、トコ野郎 A チームね。あ、これ避けてるね。こいつなかなか危ないって。あー、ここで後半長のってっから、このホイッスルかなんかだったのかな。でも、うまいこと避けてるね。反射神経 A だな。で、これが一緒に刺さっちゃ、あー、そういうことか。貫通してしまったのね。すげえ貫通力。いやはやいやはや。惨状でございましたね。こいつマジ生きいいな。よし、行くぞ、アクションだ。さらなる真実を求めて。下行けないよね、こうして。はい、じゃあアクション。はい。で、こっちでしょ。はいはいはい。ああ、陰謀か。貴様の死に様、とくと見てやろう。あれ？まずは呪われた獲物の章がすべて解放されたというところですね。はい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 。まずは、決められそうなところ決めてっちゃおうか。これも化け物の棘によって殺害だね。で、この人物、まだバシッと決められないけど、この人物も棘によって殺害。で、トーマス・ドン。ウィリアム・ワシム。エフィ、うん。これは、うん。だこれさえ、さっと直せば、あとはもうここら辺、ババッと。ババッと分かりそうだね。トーマス・シェプトンとウィリアムと、ジョンね。その3人や。今回のうちに分かりそうですね。よし、じゃあ次行こう。で、アクションだ。ひと玉を、と、作望か。お前はどのような非業の死を遂げた。さまような。さまような。俺が見とってやる。さあ、上に登りたかったのかな。高いものを売って
お金を手に入れて、いいぞ。ま、いつ。おほーい。戻ってきやがった。船長呼べ。おーい。おーい。待て、撃つ。降伏する。宝を持ってきた。撃つな。二人中、撃たれてる。撃た。はあ、なんか、こんな海面にも入れるんだね、私。なかなかの能力。え？ あ？ え？ 人魚？ いやーやたら物騒な人魚だぞ。おいおいおい、顔だよねこれ。手も生えてるし。で、まあこれは絶望か。え、こいつは撃たれてる。あー撃たれてますね。そして撃ったのは、おーっと、高橋さんの怒りの射撃決まった。いやー、因果応報、まさにその言葉の通りでございますね。そして、ああー、そば屋、うわ、そば屋、よく見たら右手が食いちぎられてる。いやー、これはザマーと言わせていただきたいところ。しかし、保険調査員としてしっかりと君の死見とったよ、陰謀家エドワード・ニコルズ。はい、この人は高橋さんに射殺されたと。了解いたしました。まあでも仇は一応撃てたという形でいいんでしょうか。銃ですね。何者か、これはまだわからないから、こちらの乗客ですね、フォルモサのこの中の誰か、ラウホクセンは死んじゃって、おそらく単調だと思われますね。その上から順に偉い人なんじゃないかな、まあ、単調だと思いますが、これは一応不明にしておきましょう。そして他には、居合わせたのは、お、これは吉住だね。吉住、高橋さん、そして、あら、この人もいらっしゃった。なるほどね。あら、まだ見れる。うわー、すごいね。海に出たからかな、入れ食いだよ。あ、こっちも湧いたのね。ああ。少なくとも2体の化け物に襲われて、この光、はっ、なあ、4体目じゃなーい、なんてことだ。やられてしまっていたか、ここで。で、この貝殻が原因なんだね。で、他に、ああ、上から見てるね。上から、あの、九州の人が見ていたということだね。ここに。はい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 。では、アクション。もう起こせるだけ起こしちゃうぞ。アクション！おそらく。あ、そばよか。ああ、まだまだ化け物の、凄惨な、殺害現場、見なければいけませんね。これも仕事と思って耐えよう。よし、そば屋、お前のそば一回でもいいから食ってみたかった。さあ、どこに連れてってくれるんだ。海の外じゃ、ちょっとここからじゃ行けないからね。ここら辺でお願いしますね。はいはいはい、こうなりますね。はい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 、それでは見ましょうか。あー、そば屋よし、メメントモーテン。これは海に出た後の話だね。ショちゃん、ショちゃん、リムさん。ああ、なるほど。そういうことだ。あの女性はリムだ。ああ。え、これ開いてんね。うわ、なんか燃えてんのか、それともなんかの光。あ、燃えちゃったの？右手。何かを解放したのか。呪いか何か。あの姫様を助けるために呪いを解放したとか、そういった理屈。そ
して陰謀家は倒した人魚、推定人魚ね、物騒なアリエルたちを船に上げてる感じだね。いやー、このままアンダーザシーにいさした方がいいんじゃったら、ああ、いやー、でもリム様はもうここでお亡くなりになられて、ああ、撃たれてますね、峠で撃たれてますな。なんてこった、王族がこんな最後を遂げるとは。ではあの女性がリムという名前であるということが分かりましたね。で、おそらく順序から言うとこの人は執事であると、そう思うんだな。でも座ってる順番的にはこっち王様、こっち侍女みたいな感じのね、移りなんだけど、膝でも悪かったかな。様付けしてるってことはこっちがね、過小火災というかね、まあ、羊的なものだったんでしょう。で、はいはいはい、陰謀家エドワード・ニコールズだ。もうここに映ってないってことは、もうすでにリムはここで生き耐えてるということだね。はあ、これ以上の情報はないだろう。しかしこの貝殻、これ貝殻に、この荷物から丸び出てしまったのか、こいつらが持っていたのか、まあ、こっから奪われたと考える方が楽しいと思いますが、一応次も見ていく。他ないよね、他なんか情報ないよね。うわ、もう海原だね。海原でこんなことが起こったんだね。よし、次見てみよう。気になる気になる。そうだね、リム様、あなたのシミニ様も拝見させていただきたい。そして最後はしっかりとあなたの国の流儀で葬らせていただきたいと思う。だから私に教えてくれ、このオブラディン号の真実を。なんかすごいね、こう映画でいうとこのだいぶ盛り上がるポイントになってきたね。メメント、ここにございます。うぅ、はは、なにこれ、あー、何かが起こってますよ。え、ドラゴンボールかい、この世界観は。マフーバーって感じのエフェクトだけども、やられてる。これは、お、これは全然わかんない。おそらく、小老院の誰かって言ってた中国4人衆の誰か。これ何がどうなってるの、何からこう、とにかくこいつらを火星に撃滅せしめんとしたってことだね。こいつはなぜこの髪の毛に貝殻がくるまれておるのか。うまー、どんどん盛り上がってきましたよ。まずこの人物、人物は分かったけど、あれどこで死んだかちょっと見てなかったな。ちょっと名前だけね、後でちょっと。リム・ブンランだね。リム・ブンランで間違いないだ。ないだ？ここにございます。お待ちください。ただいま。何かの儀式を行ったんだね。よし。まだある。くわ。アクションに次ぐアクション。こいつの作業か。この子は、五大老の一人。そうだね、船に乗ったやつだね。だ、こいつもトゲに、トゲだよな、トゲ。あー、アクションこれしてて、丸ボタンを押すくせどうにかならないものか。ではこの人、この人も見ちゃいますよ。あとで全部ちゃんと見直すからね。次は福
振り返り会に決定だ。アクション。おへいが、ユキちゃんだ、焦げそうか。ああ、助けて。さあ、ニコル、早く撃ってください。おへいが、おへいが、おへいがんが、おへいがんがどこ行った？うわあ、ラックスや。あ、これはトゲじゃないんだな。そっ、首かき切られておるわ。はあ。こっちの船に逃げたんだな。そしてこいつは転落死だね。はい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 、この人は転落死。キセルを持ってる、パイプね、パイプ持ってるけど、他には他には、他には誰か流されてる人いないか。よし、しっかり見ていこうね、後ね。はいはいはい、こいつはそばいは誰かからこの箱を奪い返せなんと。あ、支柱手、作望家の支柱手。さて、それではまずおへいがんという名前を見て、誰がこのオールの近くにいたのか、これを見る。別の死体を経由してのみ確認可能。サミュエル・ギャリガン、これは別の記憶のどっかでこのサミュエル・ギャリガンの死後、こちらを見ることができるんだね。ここら辺はもう一連で何回か見直していかないといけないね。おへいがん生きてるか、ここをまず。おへいがん生きてるか、焦げるか、これを言ったのがギャリガン。ってことはギャリガンと一緒に乗っているあいつがおへいがん。そしてこのサミュエル・ギャリガンがどのように死んだのか、これをまずは、まずはね、まだアクション、まだアクション。情報が、これわからんか、これ、ああナイフか、ナイフか、ナイフだな、これはナイフ的な何かだね。よし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 、これは覚えておけ。でこいつが、こいつがおへいがん、こいつがおへいがん、こいつおへいがん、こいつおへいがん、おへ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 、長老院ではない。おへへ、おへへは、おへ、おお、パトリック、おへが、おへが、パト、おへ、パト、おへで、パト、おへで、トゲシね。パト、おへはトゲシ。パト、おへ、トゲシ。で、あれこれ。この人、この人は、この人の死因決めたいな。だから、おつけ。余計なボタン押すな。これして、あれして、乗り組み、おへ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 へおへへおへへおへへへへへおへへは、だからし、あ、死因はこの後か、この後のアクションでわかるのか。うわー、おへへはい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 、さっと見ましたよ。リム・ブンラン、こいつだけ、こいつの死因、リム・ブンランは化け物による考察、斬首、爪、トゲ、え、爪、トゲ、ん、敵死、捕食、捕食か、捕食、いや爪だ、化け物による爪、これで、これでわかるだろ、違うのか、斬首、斬首、化け物、違う、何、ナイフ、槍、射殺、生存なわけはない、転落死、転落死なわけもないか、どうだ、捕食でもない、もうわからない。というわけで、かなりいい時間になってしまったので、いいとこなんですが、今日のところはここら辺にしておきたいと思います。続きはすぐにお送りしたいと思いますので、ぜひ次の動画でもお会いいたしましょう。情報が多い。